霊能者の神池美沙です。今回は私が一つ一つ手作りをしているエネルギーアクセサリーのご紹介をします。こちらがリングです。魔法のリングと呼んでいます。こちらがパワーストーンと組み合わせたブレスレット。こちらはネックレス、男性用のネックレスも作ってみました。こちらはチェーンを使ったブレスレットです。ではリングの説明をします。まずエネルギーは裏側に貼ってあるこの金属の中に入っています。この金属にエネルギーを固定していますので、落とそうと水に濡らそうと消えることはありません。これだけでは寂しいので、その上にこういう飾りを私が一つ一つ手作りをしています。作る間に霊能者のエネルギーも入っていっています。これはご注文が多いので、例えばこれを土台にしてこういう色のスワロスキーをつけてほしいとか、あるいはこういうふうにたくさんの色をちょんちょんと飛ばしてほしいとか、それぞれのお客様のご要望にお答えすることもできます。そしてサイズは伸び縮みがする可動式なので、だいたい11号から16ぐらいの方までは対応していただけます。人差し指、親指にはめていただくのも面白いと思います。女性はキラキラするのを目にすると気持ちがウキッとして気が上がります。それもあなたの運気を上げるものを助けてくれます。リングをはめるとエネルギーが指先の方に流れていきます。なので指先で例えばお皿を持つと食べ物が美味しくなったり、あるいは誰かの肩を撫でてあげたり頭を撫でてあげたりすると、素手でするよりも気持ちがいいし、相手の方の気が上がっていきます。パワーストーンやおしゃれビーズと組み合わせたブレスレットです。例えば同じ土台でもご希望の色合いによってこういうものに変わったり、こういうものになったりします。お好きなものを注文していただけます。そしてもう一つは、ご自分が今お使いのパワーストーンがあれば、それにこのエネルギーの元を組み合わせて使っていただくこともできます。その際にエネルギーグッズには2つあって、このサイズのものとこのサイズのものがあります。エネルギーは量に比例するので、1センチ角のものよりもこちらの 2.5 倍の方がエネルギーは強力です。ご自分がお好きな方を選んでください。こちらのネックレスは長さが調節できるようにしていますので、喉のチャクラに当てたり胸のチャクラに当てたり、ご自分のその時の苦しいところに当てるようにしてお使いください。例えば悲しい時、胸が詰まっている時、言いたいことが言えない時、その状態で使い分けていただけます。ネックレスも裏にエネルギーの元が貼ってあって、これは1センチ角のワンサイズです。チェーンタイプのブレスレットのご紹介です。これは長さが3タイプに使えるように作っています。こうやってブレスレットにするとちょっと長めになりますので、キラ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 入れるのがチャーミングです。チェーンの長さによってはチョーカーになったりネックレスになったり、もう一つの大きな特徴はアンクレットになります。足首でキラキラ光って綺麗です。このエネルギー商品は皮膚にぴったりくっついていないと働かないので、ジャストサイズで使ってください。これは鎖の先でキラキラ光るので、きっと人目を引くと思います。キラ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 、可愛いです。